呃、现场所有热爱音乐跟艺术的朋友，大家好，我是袁永新，欢迎大家来参加台北国际流行音乐论坛台北 Music Conference） 第二场。啊、呃，今天的主题：Ultimate Reality Immersion in Light and Shadow，虚实之间，光影沉浸。呃，在我们进行今天的专题演讲还有讲座之前，呃，先提醒大家，也再一次提醒大家，就是今天整个的活动过程里头，呃，No drink，No food，呃，No mobile phone。 OK，no、okay. video taping，no pictures。好，呃，我想，呃，在正式活动开始前，我们先邀请到的是台北流行音乐中心的筹备办公室主任丁杜兰丁主任上来跟我们讲几句话好吗？欢迎丁主任。呃，大家好，谢谢大家今天下午能够来这里。然后台北流行音乐中心呢，大家都很关心，呃，它是一个什么样的东西？ 它就是一个集合了所有的、呃、流行乐产业，不管是演出，不管是呃音乐制作跟未来的发展，它是一个完整的东西。目前在南港，然后我们预计呢，呃，今年底会完工，明年第三季呢就会开幕，然后以后呢，所有的哦，所有的流行乐台北会有一个新的音乐的样貌，新的音乐的场合会在这里。 然后，呃，台北流行音乐中心有一个定义啊，应该有一个愿景，就是所有的流行音乐它就是科技产业，所有的流行音乐它就是科技产业。所以目前呢，台北流行音乐中心呢办了很多的讲座，都会从跟从业界沟通开始。然后我们也谢谢 b i 创造，呃，请了很多很好的师资来。然后我们也希望这个讲座会一年一年继续的办下去。谢谢各位，谢谢。谢谢丁主任。 接下来我们欢迎到的是这一次台北流行音乐国际论坛的总策划冯建章冯先生到台上来跟大家说几句话，欢迎二马。呃，长官啊，各位朋友大家好。呃，其实我 Nike 呢是我这几年在日本呃从一平常的生活中里面看到他们的展览，那慢慢的感觉像认识很久的朋友一样。那、呃、虽然是去年才能够认识的，那我认为今天呃在座的其实我自己大概分类成四种，一种就是。 嗯、呃，跟我一样在流行音乐从事服务哦，数位呃影像空间服务很多年的朋友，哦，可以借由这次的这个演讲，去思考一件事情：说我们除了服务流行音乐之外，我们未来是不是也有机会创建自己的呃艺术作品？那么甚至于可以反思如何再邀请流行音乐加入我们的创作。我觉得这是各位数位艺术人，呃，我觉得可以大家去讨探讨这个问题。 那第二种人就是呃，目前没有服务流行音乐，但是是从事数位艺术创作的。那么你们可以借由他们在日本的环境、他们的案例去思考呃，在台湾的我们是怎么样引运现在的跟未来。那甚至于呃，你们也有兴趣跟流行音乐结合，那你们又会期待自己未来在跟流行音乐结合是一个什么样的样貌？那第三种就是呃，非。 从事视觉设计的这些呃所有的企划创意人，那可以借由这次的演讲里面，可以去讨论，呃，去思考未来要建构一个什么样的一个接近理想状态，让这些创意人跟你合作，因为呃营造一个非常理想的状态，让创意人跟你一起，我觉得会创造一个非常呃双赢的一个呃一个成绩。那第四种就是即将投入产业。 的新朋友，那我可以告诉你，就是这个产业绝对会让你人生非常的呃精彩。那我不能说完美，但是一定是精彩。那也希望借由这次的演讲，能够让你们在呃入行前，在观念上就先呃得到一个呃制胜的起跑点这样子。所以呃谢谢各位来，谢谢。好，谢谢我们的总策划冯建章先生。 接下来就展开我们今天啊专、呃、题演讲的部分，让我们热烈的掌声欢迎村松亮太郎先生来到台上来。我要 come to the stage，先生。你好，Hello，<laughs> こんにちは。e d Inc. ま,まずですね、今日長いと思いますけども。 いろいろ興味があることが話せたらいいなと思います、えー。質問の時間も割と長く取ろうと思っていますので、えー、僕が一方的に話すだけじゃなくて、えー、その中で聞きたいことがあったらあのー、答えれるようなコミュニケーション会話形式というものを、えー、後半たっぷり時間を取りたいと思います。おそらくまずですね、そのまあネイキッドという 会社が、えーまあ、今台北でも東京アートシティという、えー、アートイベントをやってますけども、まあ、どういう会社なのか、えー、僕がどういう考え方で、えー、今までやってきたのかそういった話をまずしたいと思います、えー、実はですね、えー、新しいことをすごくやっているので新しい会社と思われがちなのですが、えー、実際は えー、1997年もう20年前ですねに設立されてる会社です実は結構な歴史があります、えー、90僕はもともとですね俳優をやっていました、えー、とにかくそのスタートとしては僕はとにかくとにかく映画が好きで、えー、映画がやりたいというところから、あのー、やっていましたそのどっちかというとこう スターになりたいとかあんまりそういう感じじゃなくて本当に映画に参加したくてえそれを志したのが16とか17歳の時なのでえまあ見てるのがねどうしても俳優さんになるじゃないですか映画を見てると。そうするとこう照明とかあの録音とかそういうことにあんまり気がいかなくてあのバンドやり音楽やりたいって言った時にボーカルとかギタリストに目がいくように。 俳優に目がいったので、えー、映画に関わる形としてなんか俳優から始めることになったという感じですねあくまでそのとい,いうこととから始まりまりした。ところがですね、えー、その当時こう日本はいわゆるバブル経済というのがある時代でしてあのまあアイドル俳優みたいなことが人気があってテレビドラマが人気があって僕は映画をやりたかったのでテレビにもあまり興味がなくて。 えただニーズとしてもそういうちょっとアイドル的なタレントというかそっちの方向しかもうマーケットが据えなかったのでえそれでまあえ僕はいわゆるエージェントさんともう毎回喧嘩を毎年してまして2000だからえっといくつだ二十歳ぐらいから25ぐらいまでえ毎年1回事務所を喧嘩して辞めることになると4回辞めてますね。 はい、全然だからやりたいことが進んでいかないわけですよ実際問題として自分としてはなんか自分のこう目指すものとかこういうものがいいっていうのがあるんだけど、えー、それは曲げれないんだけども実際問題毎回喧嘩別れなので、あのー、実際問題形になっていかないというのがある中で25ぐらいの時ですかね、あのー、いわゆるアップルのマッキントッシュにえ出会うんですね。 でそ,その時に何とか映画やれんもんかな自分でやるしかないみたいな気持ちにもなってきていてもうそれしかマーケットにないのでテレビがとにかく全盛の時だったのでそれであのアメリカではどうも映像みたいなものもコンピューターパソコンで作れるようになってきてるらしいみたいなことを知り独学でコンピューターをいじり始めます。 当時で言うとコンピューターを使って、まあ、デザインというのは、えー、用いられてましたデザインの現場ではコンピューターが使われるようになっていた頃で音楽でもまあそれよりは使われていて映像に関してはまだという時代だったと思います1995年ぐらいだと思いますねそれが。で、えー、僕としてはもう毎年ゼロに戻っていて何もないんですから。<laughs> そこでもコンピューターで自分で作れるんじゃないかということに夢中になって本当に独学でずっと学んでアメリカから書籍とかも取り寄せ始めます。あの気づいたら借金まみれでもともと貧乏なのに借金まみれでですね本当にあのでお店とかに行っても映像を作るということはまだどこもやってない状態なのでそのお店の人と一緒になってどうやってやれるのかみたいなことを その人もそのこれからはそういう時代になるんじゃないかというお店の人がいてそういうシステムを一緒に勉強して作ったりしてそれ買って僕実験台になるみたいなやり方をしてましたね。で気づくとですね、えー、実は1990、えー、まあ僕97年に会社を設立してるわけですけども実は1997年というのはヤフージャパンが始まった年でもあるんですね。 つまりインターネットというものもそこで出てきます。なので、えー、そのデジタルによるコンピューティングによるそのクリエイティブの可能性というものと、えー、インターネットというものによるコミュニケーション、メディアの変化の可能性がほぼ同時に訪れるんですね。えー、もちろん あの僕はただもちろん映画がやりたかっただけなので当時のだからそのコンピューターとかインターネットに触れた子たちはほぼあの IT の方に向かっていった会社が多い世代だと思います。ただ僕は映画がとにかく好きで映画しか興味がなかったのでえ映画をやれるためのことを取り組んでいきただそこでコンピューターを触って でインターネットに触れた時にやはりいろいろ思うことがあって、えー、例えば映像というのはあの映画でいうとねカット編集っていう要はリニアにストーリーラインに沿ってこうカットをつないでいくわけですよね編集ってだけど例えばアフターフェクトというアプリケーションに触れた時に、まあ、ある種のショックを受けて、まあ、いわゆるレイヤー構造動くフォトショップだったわけですよねだからカットを切らなくてもずっとレイヤーを入れ替えていうことで映像が展開していけるみたいな 概念を知るわけですねそれまでにそういう概念自体がないに等しいと思ってもらった方がいいと思います。なるほどとこれは一回もカットを切らないで映像を作ることができるのかみたいなことを思ったりですねあとフォト動くフォトショップだなと思ったことで、まあ、そのデザインとの融合ですねそういったことに可能性とか面白さみたいなものを自然に感じます。ちょうどそその頃、えー、おそらく その頃だと思いますねあのアメリカではセブンという映画が、えー、公開されてデビッド・フィンチャーの、あのー、映画ですね、えー、そこにカイル・クーパーというあのモーショングラフィッカーが出てくるんですね <laughs> アメリカでもちょうどいわゆるモーショングラフィックという言葉もそれまでなかった時代ということになりますあのいわゆる本当に文字がこうビャーって動いてあのなんかヒーターチータラリラとか出るやつですよね <laughs> モーションロゴってみんな当たり前に今普通にあるものですけども、あれが出始めた時でもあると思います。なので、えー、映像というものとデザインというものの垣根が、これは壊れていくなみたいなことを感じたんですね。当然コンピューター上では、えー いろいろ進めていくと映像が扱えるデザインが扱える写真が扱えるそして音楽も扱えるみたいなことが分かってくるわけですよねそれを総合的に特に僕は映画をやりたかったのでそうすると当然映画を作ったらかっこいいオープニング作ったりしたいじゃないですか音楽もつけたいじゃないですか全部あって映画ですよねなので自然とデザインもやるようになり自然と音楽もやるようになり総合的に一本の映画という作品を一人で <laughs> 作るるるとというにに出ることになるんですね一人で脚本書き一人で出演し頭に僕録音のマイクつけてましたねそういうことをやったりしながら当時あとプラスカメラがいわゆるデジタルカメラが出てくるんですねその頃それが民生機のカメラでも飛躍的に画質を上げるカメラがビデオが出てきたこともあって、えー、一応映画が撮れる 撮ろうと思えば撮れるという環境がギリギリ揃ったような時代なのかなと思いますそれでえ気付いたらですね全てデザインから映像からえ何から何まで一人でやるようになっていてですねそうするとそういうのがいなかったのでえまあいわゆるコンピューター 当時に言うとインターネットの前まだパソコン通信とかもあった時代ですけどその頃にそにいわゆるデザインとかでコンピューターを使ったりフォトグラファーでマックを使ったりっていう人たちが興味を何人か僕に持って映像をやろうとしてるバカがいるぞと。いうことで何人かの人が周りにいろんなクリエイターがちょっと集まって興味を持って集まってくるんですね。 それもあって、えっと、もちろん自分でもいろんなものを、えー、デザイン映像をこうやって全部使ってましたけどもそこにプラス違うタイプのクリエーター僕は映画が言ってもやりたいことだったんですけどもデザインをやってる人間だったりライターさんだったり、えー、音楽をやってる人間カメラをやってる人間そういうのが集まってきてなんかちょっと面白い様相になってきたんですよね非常に。 えまあその頃だから結局そのこれからの時代っていうのはこの例えばデザインはデザイン屋さん、えー、技術は技術屋さん CG は CG 屋さんっていう時代ではなくなっていって、えー、あらゆるそういった要素を、えー、ボーダーダををえててやっいいいく時代になななるんじじゃないかなととうことを感じました、えー、それと同時にインターネットがあったことでメディアもまたあのインターネットの中では映像まあその当時はまだ映像しんどかったですけども でもデザインもそうだし写真もそうだしいずれは映像もそして音楽も全てのものがえここの上に乗っかってくるだろうということもメディアの方の変化も見えたので作ることにおいてもえメディア側においても全てのものはこれはボーダレスなことになっていくんじゃないかというイメージが今でこそちなみにこうやって整理して話せてますけど当時はもっと感覚的にその辺はやっていて頭でそんなふうにそんなに考えてたわけではないと思います。 で気づいたらですねあのそういう人も集まってきたのもありあと気づいたらなんせお金がないとお金使いすぎてとにかく金がねえという状況に陥りですねこれ仕事しないといかんねえということで、えー、そのアフターエフェクトとかいろんなものを駆使して作った映像を、えー、これまた僕コネクションも別に何もないですから、えー、だからいわゆるコネクションがないしあと僕はその美術学校とかで学んだこともないし。 えお金もないし何にもないゼロゼロからスタートなのでしょうがないということでえマスコミ電話帳というものがありまして本当マスコミの電話帳なんですけど本当に1ページ目から全部電話してあのあの見てくれと作品をとでお前ら何者だと言われてえと何もないと過去の実績は何もないと何もないけどすごいから見ろという営業をかけるわけですね。本当にもう 一軒一軒テレビ局から何から連絡をしそうすると100人に1人ぐらい会ってくれる人がいるんですよねこれが。でそのうちの、えー、そういうコツをしてるんですけどその時にあの会ってくれた一人の人がのいわゆる日本テレビという日本でも大きなテレビ会社ですけどもの、えー、ドラマをやっていたプロデューサーの人が、えー、作品を見てくれてまあ 新ししかったらしくですね非常にやっぱりこういう映像を見たことはないということで、えー、今度のドラマのゴールデンタイムのドラマの番組のタイトルバックとかやらないかという風な話をいきなりいただくんですね今考えてみたら彼も大概チャレンジャーだと思うんですけども <laughs> 全部のリスクショーのでどこの誰か分かんない僕みたいな人間にそのチャンスをくれたのでその時にでトータルに我々は やるっってていうののを言ってたので全部できるんだよねって話でドラマのタイトルのロゴロゴを作った後に台本のデザインこれ台本のデザインっていうのは世界観をスタッフたちに伝えるためですねえそこから中の CG ドラマの劇中の CG ですねそれからその合成あとここから CM だよっていう時に出てくるこう画面の端っこに出てくるこうアバンっていうんですけどそういうタラリラっていう CG エンンディング、全部その世界観周りの、えー、グラフィック周りを、えー、任せていただくことになったんですね。でその仕事をする時に、えー、会社じゃないのって言われてあれ会社じゃなきゃダメですかみたいな話になってですね会社を結果作ることになるみたいな割と流動的に僕はだから 企業家になろうと思ったこともないし社長になろうと思ったこともないしただ映画を作りたくてどだから何になりたいっていうのがあんまりありませんでした、えー、それはその前の,その自分の人生もそうだったんですけど何になりたいっていうのはないから多分どこかに就職するとかっていうことの発想もなかったんでしょうし自分でただ何になるかじゃなくて何をやりたいか、うん I wanna be じゃなくて、I wanna do しかやんないというか、あくまであのそういう動き方をしてきました。そしたら結果的にそういうことにつながっていて、やりたいことをやる、こういうことを面白いと思うからやるという、ただ、d o d o d o できました。それが結果的にそういう形になって、えー、結果、なんか会社も作ることに、まあ、仲間みたいなもん、周りにちょっと集まってたもんですから、えー、5人ぐらいで結局会社を作ることになりました。 で会社作ったら今度これどうやって食っていくんだっていう問題に本当に行き当たりばったりなんですよ。でとにかく仕事しなきゃねってことになっていてまて、あ、映画もそうなんですけど、まあ、もちろんそんだけやってたので映画以外のそういった可能性もすごく僕はエキサイティングには感じていたので、えーまあ、いろんなことやるのが面白かったしそのスタッフがチームができていくことだったり機材が充実していくことだったりもっと欲しいもの出てくるんで次々。 あのそういったことに夢中になってたんですね。映画を作るというよりもそういう環境づくりみたいなことに。でまあそこからね言ってるとキリがないんですけども結果的にそこからあのいわゆる広告代理店でいう電通さんだとか、えー、音楽だとソニーさんだとかメインは映像周りだったので映像業界といわれる業界のいわゆる当時そこトップ企業ですねみんな音楽だとソニーだったしテレビだと日本テレビだし。 広告だと電通さんという中で全部のアカウントが1年で開くんですね。1年目でいきなり全部やることができて、まあ、新しかったのかなと思いますあの。そんな僕狙ったわけじゃないんですけどね。あの映画がやりたかっただけなので、結果、そのやったことが面白いねということになってあの、そういったチャンス、そこからもう軌道に乗っていくような、意外とタイミングというものが非常に重要だったのかなと思います。結果的に えー、映画に関してもおそらく別に公式データってそのないですけども日本で一番最初にフルデジタルで映画を作った会社じゃないかなと思います完全にそのカンパケまで含めて全てあのデジタルのみで作ったっていうあのシネアルタというソニーのカメラがありますけどあのスター・ウォーズで生まれたカメラですけどもあれもあの 実際僕らインディペンデントだったのでそんな注目されないですけどもあのカメラを使って一本フルに撮ったのも僕らが多分最初だったと思います。それもあのフィルムビデオの画質が嫌でフィルムライクな感じを出したくてソニーの技術,技術の人のところに連絡してあの中の基盤いじらせろみたいなこととかを一緒にそのソニーの人とやったりだとか、えっと、そういうことをやってまして割と無茶苦茶だったのかなと思いますけども割と あのそういうマッドなことに付き合ってくれる大人っていうのも割とちょいちょいいてこうソニーの,その技術者の方とかも僕らが仮説で立てたこういうやり方するとあのいわゆるガンマカーブをいじるってことですけどもあのそして後からガンマカーブをいじって撮影をして後からパソコン上でどう引き伸ばすかみたいな仮説を立てたんですね。それをソニーの技術者と話したら えー、理屈的には全然成立するしそれでそのあなたたちがやりたい感じは出る可能性はあるねということになって一緒になってそれやってくれたりだとか割とそういう本当に身の程知らずなことをしてたというか、うん、あのですね今でもあまり変わらないかもしれないですけどまあまあそういった感じでネイキッドというのは生まれました次のページいいよおいきりこれか。 おうでちょっとあこれでいいや、うんで。その時に生まれたクリエイティブマインドがあります。えっと、会社の理念、えー、実はこれ今もそうなんですけどこれは本当にそのタイミング1997年の時に作ったもので、えー、今も変わっていません、えー。トータルクリエーション、コアクリエイティブ、うん、ボーダレスクリエイティビティ先ほど言いましたようにメディアとか ジャンルとか職種みたいなことを全て超えてミックスして作っていくっていうスタイルが最初からえありました1997年からなので一言で言うともうクリエイティブカンパニーでしかないねということだったんですねいわゆる CG 会社とか何とか会社ということではなくてクリエイティブ全般っていう考え方ですね それを実際作れるという会社はほぼ存在してなかったはずなので当時それをやるときに重要になっていくるのは一つは先ほどまで話していたその全てのクリエイティブはまあボーダレスになっていくだろうからボーダレスな考え方をしてクリエイティブをやっていこうということを大事なこと一つボーダレスですねそういうクリエイティブマインドを持つことでトータルに全部やることであの世界観をちゃんと統一しましょうと大事なことはそこですと。 あの代理店さんとかもデザインはデザイン会社映像は映像会社とかいろんなところに発注する中で全体のトータルとしてのメッセージがなかなか揃わないとかテイストが揃わないことも起こるだろうということで我々はトータルにディレクションしますということだけど何でもできますということが大事なのではなくて結局一番大事なのはコアの部分が何になるのかその世界観のトータルにやるにしても一番 真ん中のコアクリエイティブが何なのかということ特にこのコアクリエイティブというのは僕らはいまだにすごく重視するところでそれはいわゆるコンセプトだったりそういったものになるケースも多いと思うんですけどもあのコアクリエイティブというそのクリエイティブのコアは何なのかということをあの非常に非常に重視するのは今も僕は同じことを言い続けています。だから当時新人社員さんをねあの 取るときとかもこういう説明をするんですけども、あのうちはトマト栽培でもいいと、ただそれがクリエイティブなトマトだったらねっていうのを説明するような会社でした。だから未だにそれはそうです。何やってもいい会社です。クリエイティブか否かのみが最後のあの大事なところになっていて、ただ非常にこれねテーマが抽象的ですので、あのなかなか会社がある程度今みたいに大きくなってくるとですね。 何会社なのかを社内の新しい社員とかさえ戸惑うというかいうことが起こりました例えば映画をやっていったりとかやって,いってるとこう制作会社という捉え方をやっぱり制作会社の面も大きく持つので例えば社員たちも制作会社というふうに思ってきちゃうんですねだんだんいや違うとクリエイティブカンパニーだというくらい言っても制作会社になってきちゃうんですねだその中で僕があの今も 展開してますけど、まあ、飲食みたいなことも今やってます、えー、やるときに何で制作会社が飲食店のビジネスをやるんだって話に社内でもなってしまうっていういやいや最初からクリエイティブカンパニーだって言ってるよねみたいなことをやり続けなきゃいけないなかなかそのクリエイティブであることを大きな組織体になっても続けていくことっていうのはそれは正直今僕日々悩んでいるところで常に新しいものを埋める。 創造性を持っている会社であるっていう状態を保つというのは非常に難しくてですね当然みんな食っていかなきゃいけないしそうなっていくと安定して固めたいところも当然組織として出てきます全体を包括しなきゃいけないんでとてもとてもそのそれとイノベーションを起こし続けるクリエイティビティを同時に持つということ安定性とともにクリエイティビティを持ってイノベーションを起こせっていう話ですからあのなかなか大変なんだと思いますそう考えるとでも先人たちのですね歴史上の ま最近はねわかんないですけどまあ日本だといわゆるソニーだとかホンダとかそういう会社がやってきたことがいかにすごいのかとあの大きな会社に成長させながらイノベーション新しいものを作り続けた会社というのがいかに偉大かということを思わされることも多々あります。何せよ、ネイキドというのは、あのなんか 非常に広いですね。だからクリエイティブカンパニーでしかないです。最後、どこまで行っても。あのー、来年何やってるかわかんない会社です。クリエイティブの内容もどんどん変わっていきますから、本当にあの変化していくのかなと思います。よし、次のページ。お、戻っていいよ。えっと。 なので、えー、今20年会社としては過ぎました20周年を過ぎましたけども、えー、この20年の中で、あのー、会社の形がどんどん変わってるしやってることも変わってるんですねただ会社が変わってるというよりも時代が当然20年また変わってますから時代適応してるだけといえばだけその中で、えー、やってきているので実はうちの一番の強みはその柔軟性にあるような気がします。 あの我々の会社をどのタイミングでどうあったかで認識のされ方が違う僕もそうです僕のことをあった時代によってデザイナーと思ってる人もいるし俳優と思ってる人もいるし、えー、監督って呼ぶ人もいるしあのメディアアートの人だと思ってる人もいるしそれは僕個人だけじゃなくてネイキドという会社もずっと 認識のされ方が変わってきてきいると思います最初会社立ち上げた間もない頃は特にモーショングラフィックがすごく有名になったので本当にドラマのタイトルバックドラマのオープニング映像ですねあれに関しては多分日本一作っていた会社なので、えー、いわゆるモーショングラフィックとかが得意な,なんかこう会社ってことで認識してたそこは多いと思いますし。 その次、映画を実際作り始めました。その時にショートフィルムを非常に多く作りましたそして日本でもまだショートフィルムの市場が全くなかったのですねなのでしょうがなくて世界の映画祭に出したりしてたので、えー、その後ショートフィルムのショートショートフィルムフェスティバルというものが日本でも始まったりしてちょっとしたショートフィルムのブームみたいなものが起こりますその頃僕はショートフィルムの監督だと思われていました次に長編映画をやるわけですね 長編映画をやるんですけど我々自分たちで基本 DIY 精神が非常に強いわけですから自分たちでやらなきゃダメだというのがベースにあるので、えっと、制作だけじゃなくて配給宣伝も全てやりましたメディアに例えば乗っけてもらうってありますよね紹介してもらう映画をそれも大事だけどそれになんかすごいか高いお金払って乗っけてもらわなきゃいけないっていう。 だったらフリーペーパー作ればいいじゃんってフリーペーパー発行しちゃうみたいなそういう会社ですね我々はただ自分たちで全てが完結できるとは思ってるわけじゃないんですねただ自分たちでコアのところを分かってちゃんとやらなきゃいけない誰か人任せでやるのはやめようっていう自分たちが何をやろうとしてるってことが一番重要なことだという考え方がありますのでその上で自分たちだけではやれないスケールというのは もちろん他のパートナーたちと一緒に今もそうですけどいつもやってるので自分たちだけで完結させることが大事なわけではないんですね。完結させることが大事ではないんだけど何も分からないままただいろんなところに発注して終わらせるんじゃないって自分たちが一番理解してなきゃいけないってことを大事にしています。その上でパートナーと付き合っていかないとあの自分たちはクリエイティブカンパニーなんだから作れることとかそういう何が自分たちやれるのという実の部分。 実際の部分がどこが自分たちの力なのかっていうものを失ってはいけないので形だけのビジネスにいかないこと絶対に自分たちが実際に作れるその雑誌とかでもそうですけ載っけてもらうしかないじゃなくてフリーペーパーも作り出すことできるよねとでそれどこに置いてもらおうっていう、えー、とあらゆるカフェに営業してもカフェに全部やってカフェネットワークというものを構築していってそのカフェネットワークにフリーペーパーを配ってくくって カフェがわーっといっぱいそこに参加してくれたのでそうすると今度はそこでショートフィルムの上映会をやれるようにしようということを、えー、やったりしましたそれなんかはいろんなカフェと一緒にパートナーシップを組んでやるわけですよねだから我々だけで決して完結するということでは全くなくていつも我々やっぱりコンセプトというかクリエイティブの種みたいなものを出してそこをみんな賛同してもらった人たちと一緒に膨らましていくというやり方を、えー、非常に多くやっています 何、ねえー、て言うのかなパソコンコンピューターって面白いんですけど例えば映像を作る時に CG で生成する素材もあれば外から取り込んでくる写真の素材もあれば映像の素材もあれば取り込む素材と中で生む素材といろんなものを集めて中でコンピューターで作るわけですよねだからコンピューターで作れるわけですけどそういったところの多分感覚が非常に強くて。 そそれとさっっき言った哲学ですねそのミックスというかいろんなものをボーダレスにやっていくというのは非常に強かったので結果気づいてみるといろいろな要素しかも全然別と思われてた要素みたいなものを掛け合わせたりしながら新しいものを作り出していくというのが非常に我々得意なんだなということをこれも自覚なかったんですけどどうもそうみたいです。あの今までにない価値観それこそ、えー、みたいなものを作り出すと。 それは常に全然違うと思ってた別のものは掛け合わせることによってできていくんだみたいなことが非常に多いです、ね。いろんな要素をどう掛け算するかみたいな話ですかね。次のページ。えーまあ、もちろんこのルールで僕ら作ってるわけじゃないですけど、非常にまあ多いパターンということで、えー、いわゆるその違ったコンセプトだったり違ったアイディアみたいなものを掛け合わせの中から生まれているものって非常に多くてですね。えー、例えば、 僕らは今特に先進的なテクノロジーを使ったものをいっぱいやってますけども、えー、それとですねいわゆる逆に新しい価値新しい価値じゃなくてもっとオーセンティックなものもともと価値がはっきりあるもの例えば花フラワーですねとか食べ物だとか我々をこのメディアアートのようなところで割と有名にしてくれたものの一つに、えっと、東京駅のプロジェクションマッピングと 水族館でのアクアクリウムというイベントがありましたこれもですね駅というものに掛け合わせることでつまり違う価値を作ってたりだとかアクアリウムというのはナイトアクアリウムという企画を水族館と一緒にやったんですね。これはもともとある水族館の中で夜になると違う世界が現れるというそこに先進のアートを掛け合わせることで。 夜の水族館は昼の水族館と全然違うエンターテインメントの場所になるというものをやってこれが大ヒットしてそれもでもベースになっているものはやはり水族館だとかそういったもともとあるまあ価値があるとされるものお花だったりだとか食べ物だったりだとかあと我々にはシティ・ライト・ファンタジアというコンテンツがあるんですけどこれは窓ガラスに特殊なフィルムを貼り込んで展望台から見るんですけどね 本物の夜景と窓ガラスに映し出されたバーチャルな映像と同時に見ることで半分リアル半分バーチャルみたいなコンテンツなんですねこれシティライト・ファンタジアというこれも夜景というみんな普通に夜景って好きじゃないですか、えー、だけどああ夜景で分かりやすいかな夜景もみんな好き例えば東京タワーってみんな好きっていうんですよね日本人も。 だけどじゃあ東京タワーに登って夜景を見ましたか最近っていうとみんな全然行ってないわけですよね。実際東京タワーの展望台って随分人が減ってたわけです。だけどここにこのシティライトファンタジアという展開をしたわけですね展望台で。そうするとものすごい人が来るようになったわけです。今ももう3年4年ぐらいになってますけどあの人は増え続けているという状況になっていて。 不思議じゃないですか夜景もみんな好きだし東京タワーもみんな好きだけど誰も展望台に上がってなかったわけですよねでもここに一つ新しいものを掛け合わせることで新しい価値が生まれた瞬間にえっとたくさんのお客さんが見に行きたいというものになるとでも夜景とか東京タワーという価値は僕は僕が生んだものではなくてもともとある価値ですよねいやそういったものをちゃんとリスペクトするというのは我々とても 掛け合わせの妙とも言えますけどもその既存にある価値みたいなものが割と好きというかとにかく新しいものを作るんだとかテクノロジーが世界を変えるとか僕は少なくともあまりそういう発想ではないというか新しいものもものすごく使いますけど同じぐらい古いものも使えますし例えばそのメディアートとかはそうですけど今やっぱデジタルデジタルになってそのプログラムがすごくできる人が アーティストかとと僕はこれ別の話だと思うんですねそれは素晴らしいプログラマーだったり素晴らしいテクノロジストであってアーティストというのとそれはイコールにすることではないと思うんですね。で英語で言うとテクノロジーですけど日本語で言うといわゆる技術っていうんですけどもテクノロジーはあのプログラムとかの技術と同じように例えば映画の世界で美術の汚しがものすごい技術の人もいるし。 カメラの撮るのが絵を切る技術の人がすごい人もいるし僕はこれをあのどっちが上だって話じゃないと思うんですねこれもボーダレスに考える新しいから古いからハイテクだからローテクだからアナログだからデジタルだからそういったものを、えー、ある意味気にしないというか、えー、全てはコアコアは何でどういう面白さでどういうものを作り出して世の中の人に届けるのかこれを実現するのに全ては必要な要素っていうふうに考えます それによって一つの世界を作り出すみたいな作り方なんですね。映画作りとも似てると思います、えーと。脚本があったり、俳優さんの演技があったり、そこの実際の本当の景色があったり、天気も変わる、アナログで。そこにカメラの人もいれば、美術の人もいる。だけど、CG も使うし、VFX も使いますよね。それによって一つの世界を、まあ、スクリーンの中ですけど、作り出すわけですよ。それが映画作りなので。それを 最近はまあ比較的こうスクリーンの奥じゃなくてリアル空間にそういったものを作り出す一つの世界を作り出すそういった考え方で作ってる感じかなと思います実際には具体的にはフラワーとかえー伝統食べ物水族館みたいなものだったりそれとライトとビデオとかテクノロジーそういったものを掛け合わせたりそこにはパフォーマンスも含めクリエイティブアイデアを掛け合わせることで新しい 体験を作り出すと結果その駅と合わさって東京駅のプロジェクションマーフィンが生まれたりお花と、えー、靴ごとでフラワーズ・バイ・ネキドという世界が生まれたり、えー、フードと食べ物ですね食とアートを掛け合わせることで今ツリー・バイ・ネキドという僕飲食店をやっていますが、えー、そういったものが生まれたり、えー、伝統と新しいダンスパフォーマンスとテクノロジーを掛け合わせることで新しいパフォーマンスアートが生まれたりと。 非常にそのエレメントというか要素としてみたら非常にこう一見バラバラの点在する要素掛け合わせてるところでネイキッドのクリエイティブは作られます。じゃあ映像、ね、ちょっとしゃ,ばしゃべくってるばっかりだとあれなんでちょっと映像を見ていただきます。 もうフラワーズバイネイキドというずっと続いている今イベントなんですけども本当にあらゆる要素が入っていていわゆるこれを、まあ、これ東京アートシティですねこれは今台北でやっているものです。一つ一つ作るものは全然違います。 カラーが違うのも特徴かなと思います同じようなものを作るというよりは毎回全く違うものを作るのも我々の特徴かなと思います。これはスイーツバイネキドっていう食べれるアート展ということですね。これはアクアリウムですね。命のない何もないところに命を感じさせるというコンセプトです。 これは先ほど言いましたシティライトファンタジアですね展望台で展開しています割と早いね <laughs> えっとあれこれ何もう一回違うねあのまあ無音で出しておいてもいいよ あのもう一回ちょっと復習しますねあの。これもそうですけど、本物の花、紙でできた花、デジタルの花、えー、嘘の花、香り、えっと、これはデジタルテクノロジーもう本当に全ての要素を使っていて、一つのお花畑を作っています。これもともとのコア、コンセプトは、シークレットガーデンという。 実はタイトルでしたフラワーズっていう名前の前ですねいわゆる都会の中で見つけた秘密の花園っていうのをやりたくて、えー、作りましたもうこれパフォーマンスも当然入ってますしこれも草月流という伝統のお家元と一緒にやったりだとかさっきのわーってタンポポの散るやつありましたよねあれもタンポポのオブジェをフーって吹くと バーっとデジタルの綿毛が飛ぶようになっていていだけど例えばそれってふーって吹く感覚はとても自分たちが昔からちっちゃい頃から知ってる感覚じゃないですかそういうものとデジタルを合わせたりするっていうのもすごく僕ららしい気がします僕も実はすごい好きであの「ダンデライオン」というアートがその感覚的にそのデジタルでなんだろうな よよりもこれはは感覚は自然なんでですすあくまでナチュラルですよね綿毛を吹く行為ってそれと結びつくことがすごく重要で例えばここに立ってください手をかざしてください、はい動きますって言われてもスイッチっぽいじゃないですかそれってそれでそうなったからってあんまり人って感動しないっていうかもっと自分の自然な行為とデジタルっていうのはもっと境目ないといいなというか東京アートシティはこれは実はいろいろな全ての 東京のの意味性みたいなものを再構築してるんですねこれも例えば今光ってたやつ見れるもう一回一瞬これこれ地下鉄なんですね上をヒュンヒュン動いてる、まあ、これあと次この上をヒュンヒュン動いてる光ファイバーは山手線ですねこういったものが実際の東京本物のリアルな東京のデータと連動させるんですね。 あとこれはスクランブル交差点ですね渋谷のスクランブル交差点の人の動きとか車の動きとか信号っていうものを全部本当のスクランブル交差点のデータを拾ってこっちに反映させるんですね分かります言ってることなので実,実はここに東京ではないけど本当の東京があるみたいなことが起きてるみたいなことが起きるんですねバーチャルで。 それが非常に面白いところであの全部そういうやはりただこうかっこいいとかそういうことではなくて意味性みたいなものの全部込めてるのが特徴ですね次のあのスイーツもう次出てきますけどスイーツこれなんかもえっといわゆるスイーツバイキングに近いですよね新型に近くてアイスクリームとかに投影されるんですけど、あ。のー スイーツの世界に入ってスイーツを食べるってこれ夢みたいなあのまあチャーリーとチョコレート工場的なことですかねそういった意味じゃ割とその全部テイストが違うんで映画でいうと今回コメディ今回サスペンス今回 SF みたいないろんなものをそうやってこう本当に作品主義というかネイキッドイコールこのカラーですと言って毎回同じものを売る同じものを作るという会社ではなくて比較的その俳優でいうとカメレオン俳優というか 毎回違うコンセプトを立てて違う作品を生み出していくというのがあの、うん、非常に特徴にもなっています。だから実は我々のことを知らないのに我々の作品のあれとあれとあれは知ってるみたいな人は実はすごくいたりそういうことも起きますね。その毎回色が変わるので、うんえー、気づかれなかったりしばらく気づかれなかったですね。あの同じ会社がやってるっていうことに最近は だいぶ浸透してきてネイキッドの作品というものをあの知ってて見てる人が増えましたけども昔は作品は知ってるけどネイキッドという会社は知らないというケースが非常に多かったです。<laughs> ここれれの次っっっってて何ななんんだだけそかにるよね1個戻って <laughs> はい でこれに関してはアクアリウムといいますがアクアリウムバイネイキッとこれは元々のアイデアは、えー、あくまで水族館でやってたのが最初です水族館で本物の魚と絡んでやってたんですけどもここでみ、えー、見ていただいてるのはホールイベントですねだからここに魚はいません逆にそれを逆手に取ったというか、えー、命が全くないデジタルの世界なんだけども命というものを どう感じてもらえるかということでやっています、えー、ちなみに水は使います本物のこの世界に関しては、えー、水は全ての命が生まれるところだからですね水というものはフィジカルにもお客さんに感じてほしいんですね水の感覚をだけど実際の生き物は一匹もいないきっとでもこれなんかをテーマとして僕らこの現実と仮想リアルとバーチャルの境目というのが今後どん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  実際怪しくくなってくると思うんですよねそういう世界の中で実際じゃあ今僕が喋ってるこの僕もこれもしかしたらこれ10年後だと本物じゃなくてバーチャルの僕が喋ってるかもしれないわけですよねでも実際今もそうかもしれないじゃないですかこれ僕本物がここにいないかもしれないそういう時代がでも本当に冗談じゃなく限りなく近づいてきているわけで。 その時にじゃあ本物って何リアルって何バーチャルって何そもそも命って何みたいなことのテーマっていうのは絶対的に人類にとって大きなテーマになっていくことになるのだろうなというのがあるので実はアカーリブなんか意外とそういう大きなテーマを後ろに持たせていてそういう中で命って何なんだろうみたいなことを僕ら自身も実は探求していくし例えばこの中にも 一つだけ何か生き物を入れようかっていう議論があったりだとかいやゼロでいこうだとかきっとこの世界にはいずれロボット魚が泳いだりきっとするんですよだけど発展していった先にねだけど気づかないかもしれない人によっては本物の魚と思うかもしれないこのあたりがすごく僕は面白みかなと思うしだからデジタルでなんかすごいでしょとかデジタルアートとかあんまどうでもいいというか僕は比較的そういうことは それがデジタルだろうがアナログだろうがあの映画と一緒でねどんだけ CG を使ってるかとかそういうことじゃなくてでその映画面白いのその映画感動するのそういう作品なのか、えー、あくまで大事にしてるのはそういうことでえ全てのテクノロジーもあのそのためのツールっていうふうに捉えていますあくまでそのテクノロジーオリエンテッドな考え方ではないですね ただ映画で分かりますようにある意味デジタルのテクノロジーっていうのはパワフルですツールとしては確かに非常にパワフルです、えー、僕がこうやってここにこういう場に入れるのももともと最初の話に戻りますとコンピューターがなかったらできなかったことなわけですよねあの25歳にして今後どうやって生きていくんだろうと行き詰まってましたから僕は手段がなくて実際なので非常に デジタルのというツールに自分が合うてるのも確かです。非非常常ににデジタルのの力を借りてていいるし非常にそのパワーも感じていますただやっぱりその,その映画作りと一緒で結局はどういうコンセプトを立つって,て何が伝えたくてそれをもとに脚本を書いてそういうことに関しては僕の根っこにあるものなので、あのー、比較的ハートはレトロな感じですね。 ハートトははレトロでこう、ねえー、センンスはモダンみたいなことをよく言ってるんですけどそれどっちも必要でどっちかっていうものじゃないと思っています。これもあの今見てもらってるのもこれ大阪のなんですけどこれ,これ大阪の後ろの夜景めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。非常にこのハルカスの展望台というのは綺麗なんですけどもこの価値を否定して別にバーチャル映像を見てくれっていうことでもないと思うんですね。非常に 素晴らしい夜景なのでそれはそれで僕はとても素敵だと思うしそれをお借りするというかでもそれをこういう風にしてあげたらもっと素敵な物語が生まれるんじゃないかだとか素敵な体験が生まれるんじゃないかということでえ展望台という空間をあの演出してるというかそういうやり方ですよねこれ非常に人気ありましてこれも毎年毎年お客さんが増え続けてるような、え。ー それこそ中華圏においてもあのどんどん広がってるみたいでどんどんなんかこれやってるからっていうことであのお客さんが中華圏の方もすごく増えているというふうに聞いています。でもちょっとしたきっかけだなと思って面白いんですよね。その夜景とか展望台に割と登らないんだけどちょっとしたことをこうやってかけてあげると突然価値というものが生まれるという。 そのお客さんが感じる価値とかそういったものはどこにあるのかっていう話なのかもしれませんね。そういった意味では僕らの会社っていうのはもう一度最後一回ちょっとここで休を入れたいんでまとめますけど我々はクリエイティブカンパニーでありどこまでもそのテクノロジーも使えますけども演出をする会社でありということが明記だと思っていること非常に ネイキッドって捉えづらい会社で日本でも非常に説明が難しい会社なんですね一言でデジタルアートの会社とかそういうふうに言えないのでだけど今みたいなふうに理解していただくとあの捉えられるかなと思いますじゃあ今ネイキッドというのはどういう会社で、えーまあ、僕は基本的にはどういう考え方で、えー、ものを作っているのかどうやってきたのかってことを、えー、理解していただけたかなと思います で今日はそのこういうねここにも書いてますけど台北ミュージックカンファレンスということでその音楽だったりですねそのパフォーマンスみたいなことと、えー、融合みたいなことが一つテーマにあると思いますので、えー、そういったまあ実例のところにもうちょっと入っていければなと思いますあの2パターンあるといいますか、えー、まず1つは、えー、いわゆるアーティストさんの例えばライブだとか そういったものの演出っていうところに僕らは加わっていくことで非常にパワフルな演出を何か新しい演出をしていくということが一つ。もう一つは先ほど見ていただいたような僕らが作る世界観ですね僕らが作る「フラワーズ・バイ・ネクタ」とかああいったものの中にパフォーマンスを逆に持ってくるっていうパターン。つまりパフォーマンスを 演出のお手伝いをするパターンと自分たちのアートの中にパフォーマンスに来てもらうパターンという、えー、そういう2パターンが、えー、ありますあ本当？はいはいでちょっと実例を、えー、見てもらいながら話すのが、えー、いいかと思いますのでちょっとね調子が悪くてごめんなさい、はい、テクノロジー弱いんですよ <laughs> えっぱりえっとまあ、パフォーマなんていうのかな僕自身がもともとどちらかというと例えばんだろうな今やってることもですねこういったジャンルの会社ってルーツみたいなものがあるケースがあって比較的そのメディアアートというか。 そうういいった流れというのは一つありますよね我々メディアアート側出身みたいな感じではルーツがないですね。それから IT とかシステム屋さんみたいなプログラムとかできるウェブの中とかを作ってた人たちですね。あの人たちがリアルフィールドで何かできるんじゃないかってやり始めたパターンという IT 系のケースと。 もう一つは僕らみたいな、実は全然違う畑というか、エンターテインメントはもともと音楽だとか、どちらかというと映画だとか、僕はあのディレクターとして、普通に映像監督としてあの、ミュージックビデオとかも非常に撮ってきているのであの、どっちかというとテクノロジーからというよりはそうう演出がエンターテインメントのという側とあるかと思います。我々に関しては一番そのエンターテインメント寄りのルーツを持っている会社だと、えー、思います。なので、どちらかというと、 あのそういうパフォーマンスだとか、えー、音楽だとかステージだとか当然そういったものとの融合みたいなことは当然あの強いし、えー、やりたいことの大きな方向の一つでもあります。どうしてもその時代が えー、いわゆるデジタルアート的なものプロジェクションマッピングとか含めそういったものがすごくこう世の中的に流行ったので我々がやってることも非常にそっちのこととはうッわっと注目されたんですけども最初の頃から、えーまあ、それこそ映画の夢も僕別になくしてるわけでもないし映画をもう二度と撮らないわけでもないですだけど今やってることがいずれ映画の新しい形みたいなものとまた融合してくるんだと思うんですね。で映画の未来を作ってるとも僕は えー、そういうトライだとも思っているので例えば映画をやめてデジタルアートをやるようになったとかそういうことでも全くなくて、えー、そもそも音楽とかそういう俳優さんとかそういうパフォーマンスとの融合というのはかなり、えー、興味があるというかもともとの自分の畑に近い感覚なので、えー、まあ大好物ですね。出る 先にじゃあちょっとね内容の方話してこうか <laughs>、えー。実際やってることとしてはあのー、当然一つコンサートとかで。 えー、いわゆるプロジェクションマッピング的なるものをステージに用いるということはやはりなんだかんだ多いですよねやはりプロジェクションマッピングっていろいろ僕らもやってます VR が AR がいろんなことやってますけどプロジェクションマッピング的なものっていうのは一つ確かに割と強力でやはりあれだけの多くの人数を相手に一気にドーンって見せるインパクトでいうと、えー、テクノロジーとして新しいとか古いとか 置いておいて、確かにプロジェクションマッピング上に効果的なものって意外となかったりするんですよね。やっぱりやはり多くのお客さん相手にするには非常に効果的なので、やはりコンサートとか。でも広い意味でのプロジェクションマッピングと解釈できるようなものっていうのは、やはり割と多く手掛けることになっています。これ、例えば、えー、いくつかの例を出させてもらいました。左上ですね。あれは先ほどのあの東京アトシティという。 今台北でもやってるものですけどもあれの東京でやった時ですね、えー、その中で、えー、野村万蔵サムライズ・フロム・エグザイル・トライブという、えー、つまりこれおおこれつまりですね狂言師野村万蔵さんというのは非常に狂言師の、えー、有名な方でそれと、えー、このサムライズというのは LDH という会社のです、ね、アイドルグループダンスチームですねそういったところの光るダンサーですもう見たまんまですけど、えー、ダンサー基本的にはヒップホップベースなんですねそれと脳狂言というものを合わせたパフォーマンスですこれを先ほどの東京アートシティの中で展開するんですね、えー、だからこの現代のこの東京に えまあ過去からタイムスリップして狂言師が現れるようなその中で自分の影と出会いえ融合して光と影が融合していくような一応物語性を持たせてますけどもえこの狂言師の衣装にも実はもう LED 仕込んでまして全部プログラム制御しています。これなんか結果的に「東京アトシティ」という舞台があるのでできるんですけども。 まあ全部を造作で作り当然プロジェクションマッピングはフルに使っていてそこにレーザーショーがありレーザーがありえこの全身につけた LED ですねこれも全てプログラム制御しているのでこれと全部合わせている本当にテクノロジーとしてはかなりいろいろなものが単純なことでスモークを炊いたりとかそのことも含めてですねいろんなテクノロジーを使っていてそれとパフォーマンスパフォーマンスに関しては 伝統といわゆる現代のヒップホップっていうものを両方ミックスしていてでこの場所が渋谷のあそこスクランブル交差点ということなのであのそこでスクランブルなんであの交差点なので全てのものは交差する場所っていう意味合いがあるのでこの場所を選んでるんですね。ここで全ての,その過去と未来そういったものとかヒップホップとえ日本の舞踏の動き えー、テクノロジーとこういう人間の動きアナログとデジタルみたいなものが全てここで交差するみたいなことを、えー、ここで実現しましたやってみると割と面白くてその割とリズムがなぜか合うんですよねヒップホップってこう縦の動きなんですよね狂言って基本こうなんですけどね横に回す動きなんですけどもそれを合わせると意外と面白くてこれはダンスの方でも えー、ヒップホップのダンサーの方にも狂言の動きというのを、えー、学んでもらい、えー、この万蔵さんにもあのヒップホップの動きというのをある程度学んでもらいという形で、えー、実現しましまたこれなんかはまさにあれですよね黒渋谷のスクランブル交差点でやってることも含めたミックスドポイントなのでジャンルが説明できないというか。 本当にいろんなものが混ざった形なのであとはその混ぜ具合ですよねそれが割とネイキッド的な混ぜ具合っていうのがあってだからすごく真似が多分我々のやってることってできるようで意外と真似がしにくいっていうのはそのあたりあると思いますすべてその料理みたいな感じなんですけど料理名が割とないというか混ぜ具合ですべて決まっちゃうのでどういう加減でやるかっていうのがで伝統と革新というものがってこれが、えー、例えば東京跡ティでやった一つのケースですね。 これパフォーマンスアートとのそれから右でいいかな木島、えー、真ゆちゃんというあの非常に素晴らしいバイオリニストの方がいましてなんだっけな1年間のなんか世界でのなんかこうコンサートの賞金王かなんかになった <laughs>、はい、あの彼女ですけど。 これはフラワーズフラワーズバイネキドという世界の中で特別イベントでやるんですねワンナイトの。誰だこれはあのリアルタイムで演奏してもらってる中で音とか脳波とかそそれこそ筋肉とかそういったものからリアルタイムに全部データを取ってるんですね。でリアルタイムで映像を生成させるという実験がしたくて。 え既存の映像でなら多少どうしてもリアルタイム生成の方がただ映像の美しさだけを言うとまだやっぱりレンダリング完全にしたものが綺麗にはなるんですねだけどこのやりたかったことは彼女が弾いているなんていうんですかバイブスみたいなものに合わせて映像が演奏するように出てほしいなっていうことでその第一弾のちょっと半分実験なんですけども 実際この映像が動いているのはこれ全部あの彼女の演奏に反応しているものです音、脳波、筋肉、いろんなところからデータを取っています映像でのアンサンブルもできる一つは例えばオーケストラとかに広がっていたりしたら面白いなと思うのは例えばその内部をこれ訳してもらった方がいいですよねその体験がもっと映像とかの体験を伴ったものになっていると そのなんかダイナミズムみたいなものを拡張したいなって思う一個楽器のように映像が扱えるようになった時に、ね、実はテクノロジーの力によってその個性が生々しく出るようなこともできないかっていうのを僕はすごく興味を持っていなんで可能性ってそういうのに広がってるんじゃないかなって思、うん、ここでもねこの人が言ってましたけどあの楽器を弾くように <laughs> そうこれなくしてもらった方が早いっていうね あの楽器を弾いたら音が鳴ってそれで音楽を奏でるように映像が作れないかなというのが理想ですよね。僕映画の時にも本当思ってて僕あのジャズがすごい好きですね実は。あのインプロインプロビゼーションみたいななものがすごく好きなんですよねで映画やってる時も非常に不自由に感じたのはやっぱり映画って特にそうなんですけどあのプランニングがすごく大事なんですよね。えらいことになっちゃうんですよ特に長編は。ショートフィルムは意外とインプロビゼーションみたいなものでも2日間ぐらいで走りきればやれるんですけど長編を。 そういう感覚でやってしまうとプロダクションがぐちゃぐちゃになっちゃうんでところが1本目僕は長編をそれでやっちゃったんですよね4ヶ月4回の中断を経ながらやることになりましたあのその日その時その時間の漢字を使いたいみたいなことで毎日脚本がルーズリーフに脚本ができてて毎日新しい脚本が出てくるって毎朝やり方でやったんですけどまあ地獄ですよねスタッフは。だけどそそののやっぱりその瞬間に のやっっぱり良さみたいいなものってすごい好きで,でジャズが好きなのもそこなんですけどやっぱセッションなんですよねいろんなものあれも掛け合わさっていってその瞬間ミックスして生まれてくるものがあるんですけどそういったものを、えー、音楽っていいなっていつも思うのでなんか映像もそこにちょっとも近づけれたらいいなと油絵とかも描いててなんか違うなと思ったら黄色い油絵でバって上から塗ったりできるじゃないですかその瞬間に。なかなかか映像っってそういうい自由性がやっぱり ななななかかか難しいいんんんででもっと自由になりたいんですよねちょっと不自由に感じていてまだまだ映像っていう表現方法その代わりすごくリッチであの表現の幅とか深さっていうのはあるのが映像だと思うんですけどそういった意味では破壊力というか力は非常にあるのが動画というものだと思うんですけどもその分逆に瞬間的に扱うのが非常にまだまだあの重たいというか厄介な表現が映像なので。 実際見る人の目も拘束しちゃいますし非常にあの重たい不便なな表現方法だとと思うところもあります今回もだからそれの第一歩としてやれたらいいなと思って、えー、目標とするのは彼女がこうやると音が出て音楽が生まれるように、えー、映像が生まれて作品ができていくリアルタイムにみたいなことがすごく美しく展開できるようになると、えー、いいなというところは目標ですね。この 試みなんかだからさっきの万蔵さんのいわゆる一つの完成されたそれこそ伝統のものと、えー、いわゆる現代のダンスを合わせるというアプローチとは全くこれは違うアプローチでパフォーマンスアートはパフォーマンスアートでも違うことをやってると、えー、思います次これが、えー、これは大塚愛さんという、えー、アッチュストさんがいまして、えー、その人と一緒に やってるんですけども僕これを話すにおいて一つ話さなきゃいけないのが、えー、アチ村という村が日本にあります、えー、アチ村という村は日本一美しい星空を有している町ですこれは環境省にも認定されている本当に日本一美しいという星空という村なんですけども僕そこの村のブランディングディレクターでもあってですね実はもうちょっと面白い話で <laughs> だから、えー、村おこしですね要はこの村6500人しかいない村です今この村に、えー、15万人から20万人の人が訪れるようになりました、えー、そのブランディングを僕あのブランディングディレクターとしてやってますこれなんかは根っこにあるね要するにこの村が星の村としてどうなっていけばいいかみたいなことをやってるのでもうデジタルは何の関係ももはやないってこ,こに関しては。 そしてクリエイティブの舞台も村一つっていう村をどういうふうに世の中に星の村として楽しんでもらえる場所にしていくかなので素材は村です。で10年計画みたいなものを村の人と一緒に立てて作ってるんですね。そういった仕事もしてますがその村で行われたコンサートです。その村の中でそののの村中で星をを見るためイイベントトやっていていいれがナイトツアーっていう イベントをやっていていその中の一環で、えー、音楽コンサートもやりましたいわゆる日本一の星空の下で行われるコンサートですねそこにまあ何て言うんだろうなこれ多少見ると装置分かりにくいかもしれないですけど、まあやはり疑似ホロみたいな仕組みを、えー、野外に設置しまして、えー、日本一の星空といわゆるバーチャルにおける えー、星がテーマの世界そういったものでデジタルとアナログ両方使って、えー、コンサートを野外で行うということをやりましたこれも何て言うんでしょうねその意味性と言いますか例えば別にコンサートをやってるだけなんですけどもこの日本一の星空のもとでやるってことに一つ価値があったりするわけですよね、えー、この同じようなことをどっかのホールでもできるんですけどもやはり この日本一の星空というファクト本当にあるこのリアルな真実というところがそこにあることってすごく重要で、えー、そこにこう物語性が生まれるといいますかあの同じコンサートをやるにしても全然価値が価値とはつまり価値とはどこにあるかみたいな話だと思うんですけども、えー、この星空の下でやることにすごく一番意味があったものだと思います。技術的にには本当に 普段やってるようないろんな技術を使って、えー、野外でやってるというものですがこのケースにおいて重要なのはその場所が持つ意味性みたいなことを浮き彫りにするみたいなことかなと思います。はい次。これは逆にですね、えー、っとコンサートの方の演出にあの僕らがジョインしたケースですね。えー、ルナシーという、えー、日本で有名なグループがありまして。 年に1回クリスマスの時期にコンサートをやるっていう恒例なのがあるんですけどもえそこで後ろのまあ見てもらうと分かりますように後ろの全体ですねあれ全部使ってえいわゆるプロジェクションマッピングのようなものの応用ですねそういった演出をえコンサートに加えていますえここに出てるのはルナシーさんですけどそれ以外のえやはりバンドでもえいくつかそういったやり方はしています あの建物造作みたいなものを作ってその館みたいなものを作ってその館みたいなものに映し出して変化させるパターンみたいなことと逆に抽象的な背景だったりモニターみたいなものを使ってやるケースと大きくは2パターンになりがちかなうんそしてえまあもう一つ まあちょうど台北でね今東京アートシティをやってるのでそれが一つやっぱり面白い例にはなっていてなぜかと言いますと東京アートシティバイネイキッドという一つの,あのアートイベントがありますけれどもその中にいくつか音楽との絡みのパフォーマンスを作ってるんですねアプローチが全部違います。一つは先ほどお話したた狂言ととヒップホッププホを融合ささせた野村万蔵さんとサムライズの 伝統と革新のパフォーマンスがありました。その右側、こっちはですね逆にそのサムライズは実はいるんですけども同じように実は狂言ではなく、これは PK シーズといういわれば DJ だったりだとかヒップホップだとかそういうトラックを作ったりして展開しているまあグループですね。完全にその渋谷的なカルチャーの方向にかなり近いグループなんですけど逆に。 その PK シリーズというグループが渋谷ジャックををしたたという設定になっっているこれゲリラライブをやったんですねだから本当の渋谷のど真ん中でやっちゃうとね捕まっちゃうのであのただ内容としてはそういうイメージですよね本当に渋谷のカルチャーのダンスだから渋谷のこの交差点でやるのが面白かったっていう突然予告もなくゲリラライブでこれは完全にやってそれを映像配信でこれをインスタとかでも,もう全部生配信で全部バーッと散らしてみたいな。 ことをやった本当どっちかというとメディアを通して知った人が多いというかあのお客さんは基本いないのでゲリラだったのでその時にいたたまたまいたお客さんだけという中で行われた渋谷ジャックというやり方をしましまたそれから下に関してはこれは逆にそのライブではなくていわゆるミュージックビデオをこの中で撮ろうっていう。 当然曲の方も東京みたいなものが割とテーマにあったんだと思うんですけども Do asInfinity さんと一緒にこの空間を使ってミュージックビデオを撮ってるとこれって大きいデジタルアートの空間だとミュージックビデオ他にも撮られてるところあるんですけどもそれってただその空間すごいでしょってただそこでミュージックビデオ撮ったらいいよねでは僕は。 うーんどうだろう違うなと思っていてやはりそこに意味性みたいなものとかそこで撮る意味というものが全部成立してないとただ単にこう派手な背景で撮ってますみたいなことにしかならないのでえそういったもののストーリー性みたいなものをちゃんとつなげてえこのミュージックビデオも撮られています。ここここここもあっっったよななななれ確かか音楽っててんだっけけちちみみにににに今のととろに出てないいですどはう ストリーミング音楽のストリーミングサービスが日本にありまして、えー、リアルタイムのストリーミングサービスですねそのアワーとも実は組んでいてこれずっとこの会場内にその今東京でリアルに実際一番聴かれている曲が流れたりするような仕組みとかを作ったんですね実際の東京に生きている人たちが実際に聴いているアワーを通して聴いているランキングっていうのが出るわけですよねアワーで。 そういったものとこの空間が連動しているようにして東京で流行っている音楽っていうのがこの空間に存在するようなことこれも音楽との融合のサービスだと思うんですねえビジネスとしては実際だからある種のタイアップになるわけですけども何て言うのかなそのただ広告を出すというような僕らはあまり組み方はしなくて非常にあのスポンサーさんみたいなこともついていただくんですけども宣伝をするというよりもコンテンツ化する感じなんですね。 コンテンテツの一部ととししてて融合いいくというかそれこそコンテンツと広告の境目もなくしていくボーダレスにしていくようなやり方をしているのでこの泡の,この例えば一緒にやったことがこれ泡の広告なのか泡のこれコンテンツと言えるのか東京都市のコンテンツの一部なのかもはや分からないというか全部包括している状態なのでただ、えー、ライブパフォーマンスをやるだけじゃなくてもあのそういうストリーミングサービスみたいなものを使ってもそういうことが まあ、やりようはあるというか音楽との融合のさせ方というのはいろいろあると思います。特に音楽というのは映像と違っての拘束しないというのは逆に羨ましいとこなのであの音楽はいろんなものと実はある種音楽が持つ曖昧性みたいなものというのは非常に、えー、いろんなものと融合させるのに向いている素材だと思います。だ音楽ビジネスというのも僕も僕今 例えば日本だと ABEX さんとか、えー、ソニーさんとかともお仕事させていただいてますけどもやはりその音楽が昔が、ね、そのレコード CD を売ってたっていう時代から大きく変わってくる中で、えー、どういった音楽を中心としてどういう体験だったりどういうサービスを、えー、お客さんに届けるのかってことに音楽も変わってきてると思うので、あのー、非常にんだろうな音楽を 売るるっっってててどういうういいいこととだろういうのが非常に変わんなそれはでも映像も一緒なのかもしれないですね。音楽の方がより早いんだと思います。大体映像の遅いんですね。音楽の方で先に起こるので、逆ある種産業が壊れる、ビジネスモデルが壊れるのも音楽の方が早いですし、新しい形が生まれるのも音楽の方が早いなってえーよく思います。大体映像の方が遅いんですけど。 まあファッションも早いですねファッション音楽で起きて映像で起きますね大体見てると。なので実は東京アートシティという装置1個つく使うだけでも実は音楽とのことってこんだけのことをやれるこれってそれぞれ発展させたり他のことも全然実はやれるのでただもちろんこのケースは東京アートシティという舞台が街というものそのものをアートにしているものであり、えー、まあ東京アートシティという 作品がそもそもそれを全部包括するという街ですからテーマが。都市とはアートであるというのはコンセプトです東京アートシティは。都市とはアートであるなのでそういう広告だとか音楽だとか街で流れてそういったものを全部使うので交通も歩いてる人のデータも天気のデータも全部使っているのがこの作品なので東京アートシティという場があるからできることっていうのが。 あ,のあるので、えー、常にそのコンセプトみたいなことが結構キーになるのかなと思いますそこ,に何をそこで決ままってききちゃううとといいかか何ができるかがみたいなところはありますねだコンサートでやる場合というのはやはりその特に映像とか使う場合マッピングとか使う場合は当然あの光との干渉問題が普通に単純な話としてあります。 あのプロジェクターの光と照明ライティングの光の強さも全然違いますからどっちもが生えなきゃいけないんでそのバランスってすごく大変だし、えー、そもそももしかしたらそういうのを売りにしたいんだったらもう全部ステージセットそのものも,もうマッピング中心に作ってしまった方が早いなとか、えー、いうケースもありますしあの最初の設計の部分ですねそれが非常に重要になってくるというか後々で継ぎ足しで使おうとしてもどうしても限界がやれることに限界があるので。 あの根っこの設計のところを結構ちゃんとした方が割と面白いことができるかなと思います。<ん>あのそろそろあのお前一人でしゃべりすぎだとそろそろ質問コーナーにしようということで。 最後ちょっと東京アートシティのこれ映像を見ていただいて今、ちょうど台北でやっているものなのでこれ実はあのガンナムとかもあったりこれもえと東京国立博物館とかあるんですけどもあれも僕たちが過去に全部東京でやってきたものだったりもするんですねリアルの東京の中でそういったものを入れているんですねこれもだから実際の東京が見てきた景色というか東京に現れてきた景色が再現されているという要素もあって。 だから無意味にガンダムとかを入れてるわけでは全くないんですね。実際のガンダムはお台場に、もう今変わりましたけど、モデルが新しいガンダムになりましたけど、あのガンダムは実際お台場に存在していて、実際に僕たちはあのガンダムにプロジェクションマッピングをしてということが過去にあって、すごく大きな話題になりましたので、そういったものをもう一回ここに圧縮しているような感じですね。東京の要素を歴史も含めて分解再構築して、ぎゅっとやったらこういう街になるというものです。 でこれなんかも今回は東京アートシティバイネイキードイン台北ということで一部台北の世界っていうのも組み込まれています発展していけばこれは台北アートシティみたいなものも全然コンセプトとしては東京じゃなくても全くもってできるものなので実はどの都市でも作れるっていうコンセプトで構造としては成り立っていますねはいなので 僕からのこうちょっと一方的なおしゃべりはここまでにしてですね。質問など、Q、Q&A タイムで行きたいかなと思います。どなたでも、今日がいいですかねはい<好>。は的 <laughs> 皆さんがね、ちょうど何に一番どういったことに興味があって来られてるのかっていうのを僕もちょっとね、測りかねるので、そのつまんねえと思って帰られても寂しいから <laughs> あの、聞きたいこととかあったら全然聞いてください、<laughs> 本当に。はい、為促進中日外交有没有那个朋友发ナ一下しはい、馬先生。 那不好意思，我就自己来问了。<laughs> 其实我我我想问一个，就是以呃亮太郎先生，就是他的经营者的身份啊，因为 Nike 现在，我想请他介绍一下 Nike 现在是一个大概编制多少成员的一个公司？嗯，那么他们在对于这个新的艺术人才在培育的这整个的理念跟情况，嗯、就是一个什么样的的的的的,的情况这样子？因为、嗯。 呃，他们从一九九七年就开始了嘛，嗯嗯、那其实经历过这么这么长的年份，那我觉得人才在一直呃不停的培育这件事情，看来是做的非常成功。嗯，嗯然后也想了解一下他们的、嗯、这个一直以来的做法。好，就<样>是公司的规格、规模发展跟人才培养的部分。<对>来，有请有赏。え、那么、那么し話してもちょっ入れ ここ数年のまあ特にその世の中がうちというよりもそのこういうデジタルアート的なもののブームもあってネイキッドというものがそういった形ですごく急成長注目された中でまあいろいろ面倒くさいことも社内でも起こりまして <laughs> あのずっとものすごい結束の強い会社だったんですねすごくファミリーであの40人ぐらいまでですかね3四4 0人で割とやってきて非常にファミリーでもう宗教法人ネイキッドと言われるぐらい。 あの絆と結束が強い会社だったんです、ね、いや本当にすごかったんですけども奇跡の会社とさえ言われてたんですけどこれがやっぱりいろいろ起きるんですねやっぱり例外なく急成長する中でそういったことからもいろいろ今ちなみに120人ぐらいです社員は。いろいろ思うことがあってそのさっきのこうボーダーをどこで引くかみたいな話になるんですけど結局僕らは。 会社と言いながらも会社の外の人と仕事をしたいだとかするわけでお客さんにも届けるわけでどこにボーダーラインを引くかだけなんだよなってことをよく思うのでそのファンベースという考え方みたいな何て言うのかな根っこにエネルギーがあるとしたらすごくファンの人が社員になったと思えば分かりやすいなと思ったんですよね。見に来るるファンもいるし。 見に来ないけど知ってる知ってるっていう人もいるし全然興味がない人もいるしいううになだらかになっていてそのロイヤリティが強い人ほど気づいたら社員にまでなっちゃったよって話でしかないって考えると全部なだらかなラインになるのであとはネ,ネイキドという会社組織とかっていうのはどこで区切るかだけだと思っているのであの今は実はまあ何て言うんでしょうねネイキドから見たらになりますけど一つのこう生態系作りみたいなことに近づいてきてるというか。 全部別にネイキッドの中の社員じゃなくてもいいよねみたいなことの考え方は結構僕の中で進んでいてハーフネイキッドみたいなこともありえるかもしれないしあの、まあ、別の会社をまた作るのもあるかもしれないしそもそも村松良太郎とネイキッドがイコールすぎたんですよねで3 4 0人の時はそれでうまくいったんですよ要は1つの船に乗ってるようなものなのでブラックパール号ですよもう「行け!」っつって行くぞみたいなジャック・スパローが言ったら動いてくれるんで。 一つの船だったんですけどもやっぱりこれを超えたサイズになるとなかなかそういう感じじゃなくなるので、あのー、俺何言っってんだったかな <laughs> ブラックパールウォーで分かんなくなっちゃっていらんこと言ったら、あのー、あそうそうそうだからその限りなくその船長と船が一緒なわけですよね。 だからその村松をだとネイキッドインクも限りなくイコールに見られてきた部分もあると思うしみんなの中でも混乱があったと思うんですけどもネイキッドはネイキッドで僕個人は僕個人であるということをある意味で離れるということじゃなくてでも別であるっていう僕の一部でもあるけどネイキッドの一部でもあるけどとお互い僕とネイキッドの関係っていうのも変わっていかなきゃいけないしネイキッドというものは自立していかなきゃいけないと思っているしじゃあ僕がネイキッドっていう会社じゃなくてもしかしたら何か違う形の活動もあるのかもしれないしとかっていうふうに こういろんなものがそれこそインターネットのようにどうネットワーク化していけるかうん社員も大事だしだけどなんか一緒にやるパートナーも大事だしなんかそこにある意味差はないというかただこのルールがあるのでそのルールの中で大事にしていくことが大事で場所が違うと何をもって大事にしてるかも変わってきちゃうんであのでんで笑ってんの なので、あのなんかネイキッドという組織、会社、インコーポレート、ネイキッドインコーポレートですから、インコーポレートにそこまで、それはそれっていうふうな機能として、一つのプロジェクト、ネイキッドプロジェクトみたいに捉えればいいのかなみたいなふうに最近は思ってますね。ちょっと抽象的な話で、あれなんですけども、うん、なんか広くネットワーク化されていくことみたいなほうに興味がありますね。 还有没有朋有要继续发问的？嗨，这位朋友，嗨，有两个问题要请教我们的刘嫂。欸、是你好，嗯、呃，就是第一个部分是说，刚刚我们看到不论是动态的，就是在空间当中的展演，或者说在演唱会当中，比较多是偏向是投影、光雕，或者说镭射等等，这些是比较不需要辅助装置的。那其实现在数位科技很多是。 呃，像 AR、VR、啊、这个部分，但是它就会需要一些像是眼镜的这些辅助装置。那想请问，就是说，哎、欸，是不是也有这方面的一个规划，或者说是不是有什么样的想法？那这是第一个部分。那第二个部分是说，刚刚有提到有一个是这个小提琴家的表演。那我觉得当中最令我感兴趣的是，它还有增加它的脑波跟肌肉动作，去增加影像的即时性跟自由度。那这个部分是不是也还有更多？ はいあのー、我々いろいろやってます。あのあんまりその技術を使用しないので非常にサラトレスとですけどこれ、えー、僕今やってる展開の一つ食とアートの融合のレストランなんですけども、えー VR 使っています。はい。前菜で <laughs> すごい贅沢です。このコース料理なんですけど、前菜の時だけつけます、VR。<laughs> これ非常に面白いですよ。あの食と完全に融合させていて、これもただプロジェクションマッピングがあるレストランということではないんですね。全部料理も 僕全部見てるのでお皿とかも全部見ます全てが融合して1つの1時間半ぐらいの体験をしています。これ料理にデジタルアートを乗っけたと言えばいいのか逆にデジタルアートのストーリーのところに料理も取り込んだと言えばいいのか境目がもう分からないような感じだと思います。だから単に飲食店でデジタルアート流してるよって話では全くないんですね。物語になってこれ命の物語ですので逆に食べるという感覚も使いながら。 1> 1時間半のアート体験をしてでそういったことで言いますとこの VR、えー、ヘッドセットが必要です、えー。ここはちなみに8人限定の、えー、1時間半のコースです、えー。そういった限定的な空間の方がより VR みたいなものは生きると思いましたあの。フラワーズとかああいった展開というのはどうしても10万人のお客様とかになってくるのでどうしても多くの方に。 あのヘッドセットっていう展開はなかなかやりにくくてですね今新宿であのバンダイナムコさんがやっている VR ゾーンという施設がありますけどかなり大規模にあっても非常にオペレーション上は難しいというかあのぐらいの人数の限界も出てくるのでちなみに VR ゾーンの中の空間は我々が演出しています。だ我々比較的いろんな会社さんとも一緒にそうやって仕事させてもらってるんですけどだここなんかそうですねだからやっぱりパーソナルな体験に近くなるところには非常に。 VR 的なものは有効になると思いますしそれこそああいったものっていのはいずれ、まあ、家でしょうねやはりゲームというものと非常に強く結びつくっていうものにはなると思うのでどこかでみんなで集まってやるのかっていうとその必要性があまりないのが VR だと思うのでヘッドセットな子もだから最初の話からにも戻りますけど全てそういったツールというのはあの例えば今からは VR だという考え方は僕はしなくて、えー、適切なものを適切な時に使うっていう考え方ですね。 例えば我々でいうと VR はこういったレストランのコース料理の中で8人限定の時とかには使ったりしていますということになります。えー、脳波に関してはもう一つの質問の脳波に関しては、えー、とまだまだやはり実験的なところがあってあの意味性としては実験の非常にあるんですけどもまだまだそれを使って表現としてじゃあお客さんからしてみたら最終的に脳波かどうかどうでもいい話であのそこが普通に作るものを超えていくのに。 まだまだ、えー、実用としては実験段階を超えないというか普通に作った方がきれいっていうことをまだ超えれないので脳波と連動しているならではのところまでの実例を世の中に出すのはまだまだ、えー、他にはないですねあそこでやってみた感じですね、うん、常にそういった開発みたいなことをしながら、えー、ああいったイベントの中で小さいイベントをこしてそこでそういうトライ実験をしながら。 あのもっと大きい形でやれることを模索していくような常にこうんだろうな感じになっていますねこれなんかでもね音もその弦楽器じゃなくてピアノとかだったらもっと簡単ですけどね楽なんですけど弦楽器の場合当然リニアに動いちゃうので音がえそういう場合どうやろうかとかそれに対して映像をどう生成させようかってことはまだまだ。

呃，就是像要完成艺术，或是想要创造创意，每每都是一次很不一样的挑战，然后也都是一个算是一个全新的开始。然后想了解一下，就是在这個过程中有没有，就是比如说不小心误触一些底线，或者是对传统造成一些冲击，然后想要请你分享，类似像这样的小故事。那如果有的话，那能够跟我们分享一下这种无畏的精神。 うーんどうだろうまあそればっかやってますからね基本いつも怒られてるんで <laughs> 消しからんこと専門ですからあの、まあ、逆に言うとそのアートクリエイティブってそのある種の,その日本語でいうのこの消しからんっていうニュアンスがどう訳せばいいのかちょっと分かんないんですけどその消しからんことをやらないと いいけなんんだと思うんですね結局そのタブーとされてることほど壊しがいあるじゃないですかその部分を誰かがやっていかないと進んでいかないのでただありがたいことに何でかなその伝統周りでも比較的その我々はお家元と一緒にやらせていただくことが多くて割とお家元の方とかは柔軟ですね比較的周りがやっぱり固めないとっていうふうにしてますけどもやっぱり。 ど真ん中の方というのは非常に柔軟性があったりする方が多くてそこで本質なところで理解し合えれば割とストンと預けていただけるので多分僕とお家元で握ってじゃあそうやろうねって言っても現場に落ちると現場同士は割と多分大変なことが実際のところであるんだと思いますけどもあの逆にその一番対局僕はちょっと先進側の象徴みたいになっているので逆にその伝統のど真ん中の人と僕はやることにこだわっていて。 伝統業界の人でも例えば先進的なことをいっぱい取り組んでやってる人みたいな人とやっても実は話は早いのは分かるんですけどあんまり面白くないっていうか飛距離が出ないと思っていて対極にあればあるほど僕は面白いと思っていてこうまあ世界が光と影でできてるみたいな話に近くて一番こっち側と一番こっち側の端っこっていうのはどっちもしんなりみたいな考え方があるので。 そこと融合することで間にこの含めれるものの量っていうのが圧倒的にありますから割とそれで対局の人と話すと意外と話が早かったりっていう意外とあ意外とないかも多分犯してるようで意外とないですね本当に大問題になと思ってあったっけ割と許してもらってるしょうがねえなと思われてるのかもしれないあいつはしょうがねえと思われてるのかもしれないですけどはい。 比較的多分、うん、これも能、まあ、をねフラーズの世界でやったんですけどもあそこの包みをたたいてる方も人間候補日本の人間国宝の方で能理事会の理事長なので <laughs> 意外とそういう方がやっていただけてるのでみんなやっぱり本質的には変わっていかなきゃいけないし伝統というのは 逆に言うと革新を起こしてこれたから残っているとそれができなかった伝統は全部滅びているとだからどこかで自分たちはいつも新しいことやってきたんだ本質はそこであるってことは当然皆さんあられるのであとはそれがうさんくさいものにならないように誰と組めばいいのかとか、えー、本質をちゃんと分かってくれてるよねっていう信頼をお互いが結べるがそこさえ結べれば比較的あとは話は早い感じは 話こういう話でいいのかな 我们大家用最热烈的掌声谢谢我们的这个六嫂。好吗 <laughs>？我们按表操课了哦，就也要让这个六嫂稍微休息一下。那在下一个阶段会加入的是周冬雨老师跟我们的对谈，会有比较多流行音乐和视觉设计影像的这些交汇的一些分享。好，我们休息一下，We'll be right back after twenty minutes break. Thanks again. m 是是。はいはいはい。ありがとうございました。 谢谢。